表座王国際ゴルフクラブは宮城県柴田郡柴田町に広がるゴルフ場である。東北でゴルフ場の建設を目指す在海人がいた。しかし、青葉山会場、設計、丸も信活や富谷会場、設計、富沢誠作りにはバックがあるが、表座王は無理だろうと周囲で囁かれていた。1962年、佐々木幸三郎はコース設計家、 富沢誠作りを案内して、宮城県柴田郡柴田町線はさまの放題山に上り、ゴルフ乗用地都市の診断を依頼した。だが、富沢からは不適と、帰る途中の荒れた牧草地を見て素晴らしいと言った。用地の買収を始める農林少女性のリンゴ団地があった。在界たちは、農林大臣赤木宗則に直談判したところ激励され、許可を取った。 1963年10月、ゴルフ場建設に向けて、母体会社、株式会社表沢国際ゴルフクラブを設立した。しかし、時期が悪かった、コース設計の設計料を払えず、富沢に断られてしまった。だが、日本プロゴルフ協会会長、安田光吉が心よく受けてくれた。1965年1月、工事は、戸田建設株式会社に依頼し、 着工、同年10月31日、18ホールの工事が、完成、仮オーブン、1967年8月、正式解除をされた。1971年、船岡コース9ホールを増設し、合計27ホール規模のゴルフ場となった。東コースは、全体的に傾斜地であるが、フェアウェイが広く豪快に攻められるコースである。西コースは、東コースより、 距離は短いが谷越えや池越えがある気の抜けないコース。南コースは一番距離の短いコースだが、グリーン周りなどで戦略性を求められるコースである。日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本プロゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する日本プロゴルフ選手権大会などの大会開催の実績がある。郵便番号989-1763。 宮城県柴田郡柴田町大あ船挟まあざ日光48番地。ありがとうございます。